決めるぞ。薬決める、薬じゃん、無事決めるぞ。誘われてる。悪い友達に。いや、とうとう4人対戦でコントローラー4つ用意したんで、はい、あ、マルチタップ使ってね、ちゃんと。んな、わざわざ。ちなみに俺らは4人全員集まっても、はい、行けなかったわけですよ。そうだね、そうそう、クリアできなかった、ね、でもこの中の誰かは今回行けるから。そうだね、海外旅行絶対取ろう。誰かは取れる、誰かは取れます、はい、収録時間えぐいことになるよ多分。本番だったら誰も答えれないでしょ。絶対そうだ、ね、ポッとポッとポッとのだポンっていうあの音が鳴っちゃうよ。あ、4人行きます。わかりました。はい、でキャラクターちゃんと作るクリエイトに入ります。嘘でしょ。こっからやんの。いや、やんないと嘘扱いできないからね、単純に。8人ぐらいから選ぶやつじゃない、ね、違います。ミュージシャンだ。未来から来たミュージシャン。はい、2人目、次誰の。あ、もうこれ。じゃあこいつ。まあいいんじゃない。俺と全く同じ服着てるけど。昔の大学生。理髪店。リーゼント専門の理髪店。理髪店これっすね。リーゼント専門。ワイパーかけ、アイパーかけちゃう。これで。はい、オッケー。確かに。優しいからね。ジジイ。坂本金八。国語教師。桜中学の国語教師だよ。これね、いい、いいね。なんでその名前は。何その名前。何その名前。よろしくでしか見ないじゃん。牛座。始まるぞ。行くぞ。あ、もう始まるのか。どっから早速、これどっから疲れてんだろう。いきなりクイズ、いきなりクイズですよ。さすがにメインセットだったら全員落ちちゃう。全員落ちるから。落ちないよ。お前が一番落ちんの。ちゃんとした年齢なの俺だけだから。高橋さんいるから。一番しっかりしてる。すげえ。本番からだね。俺ら勢ぞろいしてるはずだからね。そうだね。パネルクイズアタック25、司会の児玉清です。いいね。緊張すんな。問題を差し上げます。さっきアナ。今日もイタリアのベネチア、フィレンツェ、ローマの3都市とフランス、パリ、同学年の旅を目指して頑張ってください。これを取りたいね。行きたいね。行きたい、はい、今行けないけどね。いつものようにオープニングクイズはある動物の名前をお当ていただきます。もうオープニングクイズお当たりになるところでどしどしお押しください。丸ボタンを押して答えるだけじゃない。 OK。 早押しかな。何ブラウザ、なんかバグっちゃってブラウザ。何何下があったら猫。ああ、なるほど。でも猫の可能性もあるんじゃない。猫、これ猫じゃん。なに、確かに猫じゃない。緑。え、あ、俺だ。これ答えていいの。猫キョイゾー。やったー、キョイゾー。昭和の学生。皆さんと一緒に眉毛の感じが昭和の学生。ホタルの墓のキャラだもん。裸足の弦とかに出てくる。下ザラザラ猫だね、ガチさん。そうですね。確かに。なんで分かってるね。答えよかった。教えちゃ、教えちゃったよね。教えちゃったよ。しかも写真がもろ猫だしね。まだ教えただけ。こんな簡単な問題出る。オープニング緑の方が正解しましたので、13番に。今度一番消される。なんで勝手に13番つけんだよ。ルール、そういうシステムだ。ルールで、あれだよね。まず隣しか行けないんだよね。そうそうそう。あんま知らねえんだよな、この番組のルール。はい。あ、いや、乗せ揃ってる。他人からの攻撃をまともに受けることをヤオン。あ、ヤオンを選択。え、何？いや、え、白羽の…あれ？なんか、でもですがみたいな感じになったんじゃないの？白羽の矢かな。お、俺が白羽かと思った。顔。違うぞ。顔。あれ、答え白羽じゃない？昔やんちゃしてたバイクの整備士。白羽って今。時間切れだから。時間切れだよ。そうだ。時間切れだったら押したのにピン。スポーツ仲裁裁判所は保護職になって。何それ。アルファベット3文字。いや、知らん。え？何スポーツ仲裁？え？スポーツと仲裁と3番所。まあそうだよね。S。NBA じゃない NBA。押して押して。仲裁ってなんて言うんだよ。お答え。俺を映すな。こいつがカスだって言われて、カスカスって言われる。敵に侵入するというのは。え、俺ダメなの？あ、お、すげえ。あれ、ね。あ、俺わかる。信玄か。あ、聞いてくる上から。今。ああ、今だ。よし、信玄だよ。嘘、マジで？うん。なんで聞いてくる？難しい。あ、そうだよね。剣士、剣士。そう。なんか今俺川上剣士ってずっと頭に出てた。
中日のね。ああいうのは下押したら消えちゃうから答えられなくなっちゃう。そうなんだよ。今なのか、うん、軽い気持ちで下行ったら消えちゃったんだよ。オーストリアのグラーツという都市にはあるハリウッドスターの名前をつけたサッカー場があります。オースト、誰の名前が付けられているでしょう。リア、押してみたら。オーストリアって言ってもオーストリア、ハリウッドスターの名前をつけた。みんな攻めないな。攻めない。まだ攻めれないわ。俺だけ一回もしてない。シュワちゃんなんだ。サンドルド・シュワルツェネガーサッカー場があるんだね。古今州の藤原の俊幸なんだ。西田敏行しか知らないんだよな。目にはさやかに見えれども、もう皆さん喋ってるから問題が頭に入ってる。全然わかんない、全然わかんない。全然答えらんない。一生収録終わんないってことだ。客帰っちゃうって。冷めてんだろうな、きっと。お答え出ませんでした。なんで俺見るんだ。ちょっと座れた。もう押してこ、もう押してこ、よぼよぼ、押してこ、押してこ、よぼよぼじゃん。じじすぎる。まだ67だよ。名作漫画天才バカボン。これでも答えちゃうの。バカボンの、いきめちゃん。知らねえ。あ、もうこれ、選択肢があるから行っちゃっていいのか。そうだね。はじめちゃんって子供。そう、何番弟。天才の ISDN のはじめちゃんだ。斜めはいけないんだっけ、まあ、いけないはず確か。斜め無理か。9番。あ、いけるんだ。9番。メインしてたらいいよね。接してたら。入ります。じゃあもう次狙う。やばい、もう早めに行けそうだったら行くべきなんだな。でも立たされるよ、間違えたら。確かに。でも俺まだ押してもいないから。はい。待っちゃうな。全9年。五三年の駅で活躍し、八幡太郎の名前で知られる源氏の武将は誰でしょう。誰？八幡太郎。諦めたわ。行けたいもん。知らない。立ちたくねえ。怖え。全員攻め、全員攻めない。いや、もう歴史弱いでおなじみだから。出ませんでした。ダメだよ。まあ源のなんちゃらがいっぱいいたんだろうね。まあね。佐々木さんどうぞ。行けそうだったらもう遅い。あくびしてね、後ろ。それだかね、番組だね。集めて幕府転覆を図った事件を年号を打って何と言うでしょう。あ、やめやめやめ。何これもう。やめよ。行ってみようか、行ってみようかな。行ってみようか。すごいな。はい。確かにまあ。あ、でも聞いたことのある欄編は並んでるね。あ、消えてく。いや、そうなんだよ。あ、押せなかった、時間が。お答え出ませんでした。さっき一番上だったからな。提案、あ、これ分かんなかったわ。緑の方、これ分かった。めげだし。じゃあ押せ。じゃあ押せよ。この問題だ。やべ、私分かった、やめろ。立たされちゃってる。ユネスコの第1回人類の交渉及び無形遺産の施策の宣言。入ってこねえよ。あ、でも分かんねえ、これもう。転んだらむずすぎやな。押してみよう。いった、攻めた。だ、歌舞伎とかそういうことでしょ。やっと映った、こいつ。今まで全然映ったな。狂言。あー、髪型だった。髪型だった。あそこまで髪だった。背景かと思った。違う、あそこも髪だった。入りましょう。戻るの俺2問。そうなんだろう、2人たたった。なんでファッションかぶってんだ。そういえばそういえば同じ服だな。同じ店で買ったから。身につけていた衣に見立てて何というでしょう。芋を衣に見立てて、うわー難しい。皆さん急がないとダメだよ。これかな、わかんない。むっつ、今スタッフ焦ってんの。背景じゃないから。いや、ありがとうございます。教育が戻る。教育なので。こいつはクイズできるやつよ。じゃあ教育しかできないからね。クイズはできない。クイズはできないんだよ。スペイシー、ベーコン、コスナーといえば共通する。わかる問題。あ、でもコスナー。ショーン、ケビンでしょ。ケビン・コスナーか。そうだ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 、分かってたのに。ショーン・コネリーじゃん。2問の間。いいな、でも攻めてる姿勢はいいね。じゃあケビン・コスナーだ。よし。常に立ったり座ったりして。なんだこの番組。まだ2個しか転倒してない。あ、来たよ。なる前に経験したことのある閣僚ポストは、厚生大臣と、もう一つこれ有名だね。これもちゃんとバカだと分かるやつだ。有名だわ。ダメだ。答えろよ。押してみようかな。答えろよ。ダメだ、分からん。ああ。ニュース
お前分かってねえだろ。分かって。優勢民営化した。そう、今これ見て言ってるだろ、絶対。俺も思ったもん。おかしいよ。整備士戻ってきた。参ります。この問題です。どうぞ。1582年、有名だね、天正遣欧使節がローマへ向け長崎を出航しましたが、ああれ、ね、その施設を発見した、あれ俺らこれ、あ、これ分かる、立ってる間だけ生きんのやめろ、分かるわ、マジでやめろ、大村住忠と俺らが立ってなきゃね、うん、いや、キリシタン大名って、でもこんなん分かんなかったらだいぶバカじゃない、ね、これはね、行かなきゃ行かなきゃ、お前ら有馬大村って言ったら、俺は流すぞ、有馬大村ね、あと大友、先言え、あ、お父総理、あ、そうか、キリシタン大名といえば大友じゃん、そうだね、キリシタン大名知らねえよ、戦国武装にあったよ、とにかくのわけないもんね、わけないから問題よ、くそブー、いや確かに今の1805年、サービス問題チャンスだったね、うん、親指姫やマッチ売りの少女などの作品で知られる、うん、簡単じゃん、え、そうなの、誰でしょう、誰、モンキーパンチ、行ってみよう、漫画家だろう、いやでもこれほら、うわ、わかんねえ、消去法だ、アンデルセン、そのやったー、聞いたことある感じの押しただけだったけど、アンデルセンの童話、イソップ、うん、どうでしょうかな、じゃあ12番これ12番がやべ、よし3枚ぐらい取っていいよ収録終わんないから14と4いっちゃっていいよ使って問題簡単にしてくんないかな、そろそろやべ、俺ないぞ色が、この問題です、確かにそうだね、3色今自分が赤色なのか、俺1秒間に進む音の速さは、うん、摂氏15度の空気中ではおよそ240メートル、いや学問じゃん、340メートル、440メートルのうちどれでしょう、行こう、3択だ、くそ、大体真ん中なんじゃない、440だわ、音速か、マッハってやつ、240か、分かんない、全部ミスってる、ちゃんと全部間違ってる、全部間違ってる、もういいって笑いは、問題のレベル落として、あ、落として、でも三択にしてくれてるからね、大気の層で、確かに成層圏と大流圏、はい、お、あ、ほら、オゾン層とかじゃねえの、全然違えよ、2個しかない、清掃権じゃん、やったやった、何、俺は激しすぎた、すごい、俺優しくなってない、優しくなってるかもしんない、2択と3択しか出さなくなってる、うん、気使われ始めたかもしんない、やったもっと、初の2個目、これも取っちゃうよ、おー、そうだね、いける、14番、よし、14番の声でいいぞ、今回の一番賢い人だね、確かに一人いる人、あとはここまでかな、ほとんどカットしてるパート8とかになっちゃう、嫌だ、嫌だわ、嫌だわ、体積を表す単位 cc は何という英語の略でしょう、え、うわ、簡単だよ、なんかの略なのか、これ、え、キュービックセグ、キュービックセグ、キュービックセグ、分かんねえ、うわ、早いんだよな、そのままなんだね、まんまなのかよ、へぇ、全然合わないんですけど勉強になった、全然合わないんですけど、勘が冴えないね、昭和40年愛知県犬山市にオープンしたある時代の建築物を保存展示する野外博物館を何というでしょう、はい、あ、行ってみよう、分かんない、野外博物館、江戸村、明治村じゃん、お、いた、そのとおり、いや、すげえ、この、ちょっとすぐにブーって言わないと正解ってことなので、斜め取るのもありなんだけど、斜め挟むのもありだし、斜め取るのもありだし、そうだね、あ、そっか、ガシさん白ついてる、中央取れちゃうんだよね、17番、17番、あー、俺のやつが、いいな、何も参加してない何も参加してない、あ、ちょっとがっかりしてる、ここで今回ご視聴の皆さんをご紹介申し上げます、なんだ、あ、やっと、やっちゃ、よろしくお願いします
舐めてんだこいつ全部生まれたばっかだからね全部舐めてんだいや警察官警察官趣味美術っていつ決めたんだよいつ決めたんだよ確かに模型なんだ趣味勝手に決められてんだよ趣味は入力してねえよそして最後の音楽教師音楽教師になっちゃった職業その他って何なんだなんだ職業その他なんですよ言えないんじゃん言えない職業ようやく4個ぐらい開いたってことか、ね、5個開いたら紹介なんだ、ね、紹介まで長かったな長かった、ね、あ、CM 入ってるよいや、このCMか何のCM？ これ何のCM？ CM 中に CM 中に殴り合ってないから俺らあと1問のご辛抱この問題ですスタッフに説教されてないからガチ説教あこういうの分かるんじゃないところでお答えください OKOK、okay, okay. これ難しい問題来ないでしょう何かを答えるのか、うん、これ結構難しいよかなでも最終的には分かるよねそうだよね、うん、モザイク濃いモザイクがだんだんこうちっちゃくなってくるからドエロいの来たらどうする来てくんねえから最後まで待つしかないうわドエロブドウじゃないブドウ。え、黒いな。なんだ青。青いね。確かにブドウに見えるな。背景は白です。確かに本当にそうだったり。本当にブドウ？でもこれ答えたらさ、なめ。え？え？ブドウだなやっぱり。あ、いや。あ。え？黒豆じゃない。これ下だったら黒豆には戻れないんだもん、ね。ってことだね。なんだ。赤の方。俺答えられるかずっと丸ボタン押してたのに確認してみたいと思います見せて見せてなんかの豆なのかなコーヒーとかブドウだブドウだ本当にブドウだよ押してたけど立ってた立ってた俺ねずっと押してたのにさあ押してたんだこの問題3人でそうじゃねえかよスタッフさんって怒ってたのにこれもできないのってスタッフ怒ってた外れすぎんだろ漢字はねもう感じかこれもモザイクこれもモザイクじゃん違うんじゃないモザイククイズじゃないからか、ま、回るんじゃない 3D が拡大してるとかあもうなんか分かってないえなんか雪とか雷とかそういっぱいあるいっぱいあるでしょえっとね雪と見たブー早えんだよ怒られるって本当ブー早えんだよ答えちゃったらもう見えないんだから ねこの問題はこれはディレクターイライラしてるって確実にちぎれてるだろうなあーあーあー震えるだ振動だ進化もうちょっとだこれ難問でしたね上だけだったらそれ難問だけどねこの問題です誰も答えない終わっちゃったじゃんスペシャル問題あ結局だって分かったところでお答えくださいあおダメだ俺ら二人この歌なんだろういけ赤選択肢見たらピンときたりあーでもそっか隠れてるやつか全部オープンされてない全然合わないなんだよそれは藤原アンバー芋レスクどんだけ聞いても分かんなかったわ確かに次の問題です2人しかいないよあじゃあこれチャンスかイタリア語で影響という意味を持つ冬に流行する病気は何でしょう、うんコロナ、コロナ先取りしてんな行けあ、緑だ実践場、違うインフルエンザだもうありそうそうだよねえぇ、ー、よしありそう、うん、マジかお戻りですかなって思ったけど緑の方そのままさあ、やべえ、俺だけ待ちなこれ、斜め行くか3、当ててもいない確か角を取れたああね、取られることもないし次答えたらだいぶでかいよね最初の方に飛び込んだなあれ欲しいね緑の方、赤の方、あと一問のご辛抱、この問題です。やりたい、そろそろ答えたいよ。もうあそこ取ったら優勝でいいんだよ。春の NOR 凱旋門は誰の命令によって寄稿されたでしょう。春の NOR 凱旋門。あれは難しいな。分かんねえな。答え。答え出ませんでした。これも一斉。赤の方、よしよしよし。戻ってきた戻ってきました問題参ります全員揃ったでもすぐ立つんだ全員揃ったってすぐ立つんだ立ってる時間のは長いから人気の観光地南高地を流れる川で上高地かっぱ橋がかかっているのは何という川でしょう上高地わからんかっぱ橋ってすぐ立つぞこいつ
いやでもいつか当たる可能性あるからねこれ結局早いんだよ。四万十川選んだ。四万十川選んだな。おマジでね、運でいいから当たってくれよ。頼むから。せめて三択の時に行きようじゃ。五択で行くな。五択ってわかんないんだもん。すりおろしたものを。その色合いからな。簡単じゃん。もみじおろしか。おおすげえ。来た。いった。ちゃんと当ててる。あこれもう取れたでしょ。角。でかいぞ。年の効果出たね。あれ、いや取れない。あ、そっか、これ取れないのこの場合は。なんで、なんでだ。いや、色ついてない人だけだ、あの挟む場合以外で取れんのは。あ、そういうことね。そうなんだ、危ねえ。俺は色持ってるから挟んで取らなきゃいけないんだ。だからこういうとこ行かなきゃいけない22番ってことだよね。まあでもそうだ、あ、そういうことなんだ。そうだ、飛び込んだ。俺は取れないとこに置けないんだ。じゃあ俺5番いけるんだ、逆に。青に変わる。そうだね、そうだね。しまった。あと1問のご進歩、この問題です。まだ立ってんの。オリンピックの正式種目でもあるビーチバレーは1チーム何人。おっ、あやべえ、これはこれはいける。これもう2人だよな。ビーチバレー、あーいったね。よーし、あーそう、他の方も知れたんですが今同じ方もしてた。これシンクロしてたな。そういう機能なんだこれ。よいしょっと。俺のそっか、あいつ立ってたのか。これで俺もう取れるってことだよね。そうだね。あ、取れない？5番。当たったね。あ、そっか、挟めるってことだ。なるほど。やべえ、ウッシー、強キャラすぎる。青に変わります。確かに。もう優勝でいいわ。いや、そろそろ俺始めていい？はいよ。入ってきて、そろそろ、うん、そろそろ始めるわ。4人揃ってまいります。問題よろしく。コブが密集する急斜面を一気に滑り、あ、俺押せばよかった。すげえ、よし、すごい、出る前に言ってたからね。すげえ、オーケー。白の方でも全部やめた。カイさん今なくなったんだもんね。そうなんだよな。そしたら、うん、え、隣接してるとこだよね。ここ取ったらもう一回取れば取り返せんだよな。11番取れ、まあ11番いけるね。縦に取られる。白がそれ嫌だな俺。次はこの問題です。守らなきゃ。どうぞ。も欲しいけど。プロボクシングのリングにはロープが何段に貼る。うわあ、何段だっけ？何段だっけ？三か四ぐらいだと思うけど。ボクシングとプロレス違う。結構ある。三と見た。ああ四か。マジ？少なくないんです。二択外した。くそ。いやでもなんかかっこいいわ。どんどん挑戦してほしいし。三人でもあります。俺もね。挑戦は。挑戦は。誰よりも挑戦。チャレンジャーだ。ちょっと見せ場作れてよかった。誰のノーベル賞を受けています。誰、キュリー夫人。物理学賞とあと一つは何賞でしょうか。もう行くしかねえな。あれ、行くぜ。お、攻めた。攻める気持ちだけは強いな。でまたすぐ立つよこいつ。立つ。平和。なんかいい人なんだよ。他の学問取る人が平和取る感じじゃないし。じゃあ違う。じゃあ旦那も取ってんの。旦那も取る人は平和だけだよ。旦那もキュリー夫人の旦那もすごいからさ。その夫婦で仲いいんだよ。そうなのかな。一定の値段で前菜、メイン、デザート。行くよ。ああこれ行く。そのままじゃん。え、は？アントレ、ビストロ。ああ。どういう問題だったの？アラカルト。なんだかなんだ。わかんない。一番知らんわ。聞いたことない。なんかコースの名前なのかな。なんか行けそうな雰囲気だけはあったよね。あった今。コース。逆に絶対外すやつだったね。問題があります。佐々木さんどうぞ。一個もね。ゼロ。また二人で立ってる。10月29日、船橋誠一の花の生涯に描かれた彦根藩主が生まれています。大老に就任して安政の大国を断行したこの人は何だこれ。まあまあ俺は行かないぞ。何これは、これは座れそうだな。あでもそっか、座られんのか。せっかく二人なのにな。いやわかんない。誰、行けなかった。お答え出ませんで。いい直すけど有名な人だ。わかんねえ。よし行くぞ。では次チャレンジするぞ。あいつら座った瞬間を押すから。顔の部分で曲がったり高くなったり、あれ？あぐら？あぐらでちょっと鼻じゃないの？高くなったりって。入った。そうやな。すげえ、もう挑戦心がすごいな。いいとこで挑戦するな。よし、いける問題をしっかり取った。この場合は俺、でも挟めないよね、俺。10番とかってことはこれ取っておける？いけると思う。あ、そういうのもある。あ、いけないんだ。あ、いけないんだ。普通に10じゃないと敵のマスに隣接しなきゃいけない。あ、そういうことか。ダメかな。そうね。じゃあ
ここならいける。あれここもいけない。あ10じゃない。じゃあ10か20なのかな。このあここいけた。あ10番。まあでも取られないし、まあ、20を押せるしね。止まります。まあ、そうかそうだね。一番いいかも。4人揃ってまいります。問題よろしく。取りてー。ボクシングで相手に抱きつき攻撃。あうわー、クリンチだ。押した。クリンチ早えよ今のは。俺が勝ってもあんま面白くなんねえ。強いな。ちょっとずつパネルが埋まるだけ。むしプレステ2に近いからさ。回線早いんじゃない。違う。コードだろうが。コード短っ。無線じゃねえんだこの時代のコントローラー。短いコード短いね。よし10センチしかないから。ああもうだめだ。やばいやばい。いよいよ埋まっちゃうのか。やばいやばい。変わった。でも絶対取られんところにあるから。次の問題です。ガシさんの土地がなくなった。やべえ。太陽系の9個の惑星の中で、その衛星にジュリエット。わかんない。おいマジ？あいつ。わかんない。これちょっとかっこいいな。わかんないよ。わかんないんだ。衛星。ごめん。衛星がありそうな。天王星。よ。衛星あるんだ天王星。ずっと立ってる。あいつすぐ立つんだ本当に。白鳥の飛来地として天然記念物になっている。ああ新潟県水原町にある湖は何湖でしょう。これは難しいね。なんか有名な名前なんだろうな。でもでも新潟の湖なんかわかる。わかんない。確かに何湖だろう。どなたも読めないし、少し難しかったか。問題参ります。佐々木さんどうぞ。はいはい。夏目漱石の名作我が輩は猫である。えここで？え？球場。球場行け。全然わからん。何？問題もわかんないもんな。ビール。わかんない。好きなものとかかな。赤の方。なんで押したんだよ。いや一緒った。まあ読んだことあんのか。そうせき。我が家は猫であるって聞いたことあるから。誰でもあるとだから。抜け目なく敏捷性に優れていること。目から何でしょう。あ、早い。何に抜けている。うわ、VK だ。やったー。ついにいった。ついにいった。ついにいったぞ。こっから始まるぞ。ついに当たった。うわ、カード？それ取れんの？取れない。あ、取れないんだこれ。あ、分かった。どこなら取った後に次のターン自分が取ったら取り返せる場所っていうか相手のターン取れる場所じゃなきゃダメなんだ。そっか、次に挟める場所。あ、なるほどね。で角はダメってこと。だからそうだね。今は2個が最大かな。うん、そこだね。4番。ああ、始まるはここから俺の逆転劇が。まだまだありえるよ。緑の方。2つ取られる可能性がある。あと1問のご進歩。あと1問。問題です。どうぞ。いやマジで難しい。戦後の日本の首相で在任期間が最も長かったのは誰ですか。安倍さんじゃないもんな。押してんのにな。うん。吉田茂。中曽根じゃないの。そうなの。間違えされたか。あ、違った。全然違った。一番かっこ悪いやつ。この問題。誰も日本の分かってない。生まれてないも分かるわけないよな。同様。また当たってるな。七夕様ではキラキラ光る星を例えて金銀何と歌っている。パールじゃん。金銀パールプレゼント。潜在じゃん。金銀。いやなんかいけちゃうのこういうの。いや押してんだけど。金銀に近いの。あ、パールあるよ。真珠とかじゃないの。違うんだ。くそー。何？何？何？え？だから押してたけど。砂の間。難しいね。うん。参ります。この問題です。あ、行くとこじゃなかったか今の。何か何て読むかすら分からない。横182ミリ、縦257ミリ。他の選択肢や。週刊誌などに多く使われる紙のサイズ。はい。白。何？A4 とかそういうやつ。ね、でかいやつは B2。違うんだ。違うんだ。B 全般 ？B 五。結構 B 五なんだ。B 五はでかいの。でかいんだ。なんか数字で言われてもピンとこない。では次の問題です。どうぞ取りたいな。夏目漱石の名作坊ちゃんに登場する笹飴は何県の名物でしょう。笹飴。漱石得意だろ。言われ誰行くしかない。得意問題。漱石問題。笹団子つった？なんだっけ？笹団子マシーン。違う。全然わからない。あれ得意なんだけどな。当てたことはないんだけど、ね。押すのが得意だった。総選挙の時押す。あのジジイにやられた今。あのジジイに押さされた。座ったぞ。
ハプスブルグ家の支配に対抗し、3つの州が同盟を結成。なんかドイツとかドイツだよね。なんだか8月1日を建国記念日とするヨーロッパの国は、いや、どうだろう、なんかドイツとかベルギーそんな感じするねえ。どっちもねえ。ブルグありそうなんどこだ。くそ、時間だ。ブルグどこだ。スイスは無理だ。わからんかった。チャンスだぞ、チャンス。来たぞ。中立国スイス。次はこの問題です。どうぞ。これまだ立ってんのか。同じ狼という字を使った熟語で、乱暴を働くのは狼藉。では、慌てふためく。簡単じゃん。狼狽。もうしたのに。やった。やった。あ、やばい、もう。今一番上だったもんね。やばい、反射で下押しちゃった。ダメなんですよね。キレてるよ。おいおい。お前、今だろって。今しかねえだろって。緑の方。おい、漱石出すなよ、お前。やっちゃった。次の問題。よし、球場。あ、でも俺まだ立ってんのか。ホテルや劇場などでお客のコートや荷物を預け、わかるじゃん。わかる。わかんねえ。何？違う。違う。フロントイヤ。フロークじゃない。なんだっけ。このような問題を。クロック。取りに来る人じゃなくて。出る前に言えた。なあ、くそ。青の方。よし。次はこの問題です。必死にとりあえず答えさせない。いてほしいな。取られちゃうから。から焼肉のタレやビビンパなどの料理に欠かせない韓国の唐辛子。なんかなんとかじゃんでしょ。コチュジャンとか。コチュジャンじゃないよ。すげえ。やられちゃった。すげえ。先に言ってるもんな。やべえ、俺をゼロにしないでくれよ。しもう。もう取れないの角だけだからね。いただきます。すげえ。ここしかないんで。入った。あの21取ってんのでかいな。絶対そう取られないから。青にか。あいつだけは取れねえんだよ。白の方。なんなら無視して全部埋めて。全部埋めてくれ。アタックチャンスあるからね。でも確かに。ああ、そっか。物を数えるときは指を折ると言います。はい。では羨ましく思いながらただ見ているだけ。ああ、くそ。簡単じゃないですか。もうちょっと早くすればよかった。しゃっ。おい、行った。冷静にいった。そっか、指を加えるか。合ってるよね、合ってるね、これ。簡単なものですか。確かに。赤の方、何番。次取れるやつってことはそこしかないか。1個しかなくない。1個しかない。いいか。ここしかないってこと。あー、でも結構あるわ、そう考えたら。8とか18とかでもいいし。ここにしようかな。そこでもいいね。確かに、取られづらいね。取られづらいところに。赤が点取り。爪痕残したいんだ、俺。でもガチさんとかが勝ったら1番取れるね。そうだね。そうね。4人揃ってまいります。4人揃った。問題よろしく。あ、揃った。ついに。取りたいね、これは。新約聖書の原点は何語で書かれているでしょう。わぁ。普通に難しいんだけど。普通に英語とかじゃないんだろう。誰も責めない。誰も責めない。ないぞ。何語なんだろう。なんだろう。お答え出ませんでした。あ、そうか。ギリシャ語。あ、そっか。そうなんだ。そうなんだね。なんかしっくりくんな。まあ確かにね。淡水産のマリモが特別天然記念物に指定されている湖はどこで。北海道だろ、お前。すげえ。あ、そうだ、桃鉄である。すげえ。桃鉄だ、あかんこ出てくるマリモ。これ角取っちゃえばいいでしょ。うん。おお、ガスさん理想的。レッツさん死ぬぞ、次。せめて18取りたいな。見事、角をものにされました。よし、ゼロで終わることはない。よし、やばい。和製外国語の一つ、フリーター。このフリーターとは英語の。え、赤。え、どういうこと。フリーアルバイター。あー、よっしゃ。そういうことか。よしよし。お、すごい。これいけるじゃん、7名いけますね。そうだね。あー、奪われる。これしか取れないもんね。久しぶりに奪われた。18番。よし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 。いったちょっとやだ。これで一気にいけることはないから。青が。確かに赤に変わります。悲しい。さあ、問題です。どうぞ。よし。手拍子、足拍子と拍子にもいろいろありますが、はい、物事が早く思い通り。あ、白。あ、俺わかった。トントンと。え、ガルさんの手拍子ではない、絶対。え、なんでおっしゃったんだよ。今のは絶対運動会でしかやらないじゃん。違うの、おっしゃったんだよ。では、ボタン。あ、来たー。いけた
いけた焦るねこれ。よっしゃーなんでボタン鍋とか言うもんな。イノシシの肉です。へぇ、これはわかる。さあ、しまった。何もわかんねえな。どこいけんだ。16と、でも8もいける。8は怖いわ。でもそこだけいけんのだと思うな。16が割と安全っぽい ね、 そうね。8は一気に牛にやられるからな。16番。よしよしよし。あ、ちょっと増えたね。うん、来てる来てる来てんな。一番答えてる。眠れる獅子が。そう、もう奪われる一方だからな、序盤に。今スタッフ、あれってなってる。あいつあいつあれダークホースが来たぞって。この問題です。そろそろ押さなきゃな。何もしてねえよ。でんぷんを糖に変えたり、タンパク質を分解する酵素を含むことから、はい、味噌、醤油、清酒などの麹。俺もしたんだけど。それっぽいね。ない、ね、カビって入ってる。アミノさん、麹カビあって。麹は入ってたね。俺麹って言ったのに。俺選択肢それ見てなかった。やったチャンスだ。牛がやるチャンスだ。あとで子さんがミスってくれれば。本当に取れるやつ落とした。世界最大の島グリーンランドはどこの国の領土でしょう。知らねえ。下の方だっけ。よしよし、流せ。ね、流してけ。グリーンとアイランドなら分かるんだ。いや、あれもどこの国か知らねえ。北海道の遊園地どっかにあるから。危ねえ、分からなかったな。北海道の遊園地はグリーンランド。じゃあ答えろよ。北海道。バカすぎるでしょ。そこで活用がなく、主語となりうるものを体現というのに対し、活用があり、術語行くしかない。日本語の言葉もね。ワンちゃん聞いた。あー、うわー、俺わかんない。これだ、来た。よーし、すげー。やっと知識出た。そして知識体現、表現だけちゃんと覚えてたわ。取っちゃうよ。取れるね。取れる。23取るよりもここ取った方がもう取られないもんな。もういや、23も取られないよ。いや、23も取られないけど、ウッシーの減らしてよ。うん、あ、そっか。あ、そうだね。ウッシーの減らさないと。そうだね。奪われる側になってる。こっち取ってた方がいいかもしれないな。23番。アタック25、序盤に先行すると負けんだよ。確かにあるわ、それ。確かにね。くそー。緑に変わる。でも10-0ぐらいだったけどね。一回だいぶ先行してるけどね。頑張ったとは思われるわ、仮に負けても。俗に使われている言葉で、毒を食らわば。え、あ、言えば、いけば、いけば。わかんない。あ、皿までってやつか。よし、なんでそんな言葉知ってんの。こんなすぐに出ると思わんかったな。そんな早くもっと後が。さあ、何番。これどこ置けんだ、俺。高橋さんは11じゃない。11しか受けないんだよな。多分そう。多分そうだね。11番。あー、俺の1個が。俺なんかいい勝負になってきた。いい勝負になってきた。俺らが3つずつ取り出したな。あと1枚でアタックチャンスになるんでしょうか。気を引き締めていきましょう。お、取りたいね。どうぞ。怖いな。シナモン、ナツメグ、クローブを合わせたような香りがする肉料理などに用いるスパイスは。いけ。赤。なんだろう。うわー、これか。このタイプのやつか。知らん。やったー、やったー。すごい。なんかずるいな。スパイスでいってる。なんかずるくない。ずるい当て方する。俺いつも料理の時使うの。大スパね。大スパ取ってって。大スパって言わねえよ、多分だけど。8番、赤で取れるのは8番か。これ以外置けないのかな。あー、多分。いい勝負だよ。俺のばっか取られる。俺のばっか取られる。全然なくなってでもウッシーのこれもう全部取れなくない。確かに確かにね。もう挟み込めないよね。アタックチャンスで5番とかを行くしかないね。来た、全員揃ってる。やばい、殺される。え、ということで全員でアタックチャンスを迎えます。よし、勝負を分ける。これは取りたい。大事なアタック。よかった、この時に立ってなくて。これ絶対取った方がいいよね。確かに、今立ってたら。あ、シームだ。あ、1個取った後アタックチャンスで消せるってことだよね、これ。確かそうだったと思う。そうか、そこ取れるのかな。いや、それは取れないんじゃない。もう壊すだけ。その次じゃない。アタックチャンスで消せず取れたらだいぶ強いもんね。勝負を分ける大事なアタックチャンス。あ、来た来た。くどくどということを五択を並べると言います。はい、いますね。では、自分の得意なことを吹聴するという自己宣伝のことを何を並べる。あ、赤。え、当時の下ない。違う。よし、
あーそれだ。あー冷静に見てったな。確かにガッツポーズが出た。押せばいけそうなやつだったね。アタックチャンスを手に入れられたわけですが、どこに入れてくるのか。あいつがダークホースだったとはな、ね、まさか一番答えてるからね。これまずは消すやつって取れるんじゃねえの。俺何個奪われてんだよ。取れちゃうんじゃない。じゃあここ奪われすぎだろ。あ、まずは自分のやつだ。ああ、そっかそっかそっか。じゃあどこ置くべきだ。25置けんのかな俺で。いや25番。じゃあ5番声でかめっちゃ声張ってた。確かに声ふと。そして25番狙い目は何番で消せんのか。ああ、これ5番しかない。そんな、それで言ったら大逆転になる。この番組そんなことすんの。うわで、で、で次開いたんだ。開いただけだろ。あーなるほど。ちょっとあーやられた。みんなトイレ行って、トイレ行って。これ答えなきゃ。ここ大事。俺斜め一気に取れるじゃん。1588年スペインがイギリスへ向けて派遣した無敵艦隊のことを何と言うでしょう。無敵艦隊行こう。無敵艦隊っていうワード、見ればいけんのかな。終わった。あ、入った。いやー 20% だよ。でもあ、消えていく。フリーゲートかな。しっかり外した、よかった。あれまだ分からないわ。分かった、お前さらに。よかった、引っ張らなくて、分かんねえわ。年号出たら大体終わりなんだよ。5番あいつ当ててねえ。あいつ夢見てる。幻を。じゃあ、ボボボ新米を片手に対決し、ちくわ状に串。あー、キリタンボー、秋田のやつ。よっしゃ。今多分同時に分かった。結局クイズゲームは俺の問題なのよ。確かに、すげえ。いや、ほんと早押し。今の早いな、ああいう時。序盤で使えた。あー、我々から何も奪うな。ウシまだ2番残ってるから。これすごいな。こんなことなるんだ。緑の方、あと1問のご辛抱。アタックチャンスよく見るよ、こういうの。よしよし。投稿できる動画になったかなった。松尾芭蕉、与謝蕪村、小林一茶のうち最も若くして亡くなった。誰が分かったんだっけ。3択と見て言ったな、こいつ。3択だからって言った。じゃあよかった。芭蕉、芭蕉はだって、芭蕉なんだ。若かったんだ。赤の方、芭蕉って立ちになって結構ジジイだった記憶があるんだけどな。緑の方、久々に戻ってきた。はい、クイズの問題3人で参ります。すっきりして持ってきました。今はいい、今はいい。原子番号101の元素の名前の由来にもなった人で、1869年、元素の周期率を発見したロシアの科学者は、いや知ってる名前でるかもよ。次お願いします。行くしかないか。行こう。コントローラー。あー、行った。早く押さなきゃ。よっしゃってた。すごい。やったー。すげー。当てないだろ。そうよそれ。いやでもこれはすごいよ。当てちゃう。お前緑は7番しかいけないのか。そうだね。あ、7番。あー、結構消えるな。仮に当てても美味しいとこがね、もうそもそも美味しいとこ全然。確かに緑に。今俺19取ったらまだあるよ。そうで残りはあるね。あ、俺19取ったらあるわまだ。あと1問のご辛抱。この問題です。ウシ逆になくなっちゃった。全然ない。ボルゾイ、勝ち筋が。パピオン、ブルテリア。いや俺押してたんだよ。当たってる。犬かな。あ、当たってる。そっか。パピオンって犬。ボルゾイで押してたんだけど。当たってたの。これそんだな。よしいやー、チャンス逃した。これ俺角じゃねえや。斜めいけるかな。マジで。あ、そうだ。斜めいけるよねこれ。でもこれ。これ、あ、もう挟まれないもんね。いけんな、うわ、強っ。24番。よし、結構いい。24番。よし、あ、ガキさんも可能性ある。ほんとだ。しっかり埋まってきたな。俺座った座ったか。ドラムセットに使われる2枚組のシンバルで、うん、足のペダル。え、赤。あ、はい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 。え、何。あれかもしんない。あ、スネア。ハイハット。あ、ハイハット。あ、ハイハットなんだ。あ、そうだね。あ、分かった。ハイハットって2枚組のやつなんだ。あの、パスパスってなるやつね。スネアドラマね。あとは禅寺の僧が労働するときに着ていたもので、サムエかな。え、白。え、うわ、ジンベエ浴衣。あ、サムエ。すげえ。すげえ。カバチさんが暴れてる。かっこいい。今のかっこいいな。勝っちゃうかもよ。みんな分かってないやつ当てんのかっこいい。19かな。ここしかないよね。19番。うわ、ここで俺なくなったかも。
よしよしよし、さあ来てるぞ。白の方、そっか、トップに踊り出ました。よし、トップなんだ。そっか、ここ大事じゃないか。確かに。残りパネルが1枚。2番に緑が入ると白の方7枚、赤の方8枚で、お前頑張ってくれ。はい、頑張ってくれ。に白が入ると白の方10枚で白の勝ち。勝ったら最後のお答えはどなたか参ります。俺と記憶が答えた。俺勝ちか。そう、でもレッサー立ってるから。物語や次第でそかめでたく解決がつく最後の、え、青、しまった。なんかこれじゃないの。大円なんだよな。大円、大円、大円、大円なんじゃないんだ。大円なんだ。あれ、青が取ったぞ。青、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 青取ったらだってこれガシャの勝ちだよ。全然空気読めない。あの顔すごい、あの顔すごい。あいつの勝ちだ。一個も動かないんだから。こいつ、イエーイ、あ、負けた。牛に、ほら、俺ビビじゃない。よし、悔しい。その意味では取った意味あるか。フィレンツェ、ベニス、そしてパリの旅の挑戦権獲得。牛最下位だったら受けたろうね。10枚取ったみたいな。はい、1番バカ。それよかった。じゃあこれガチさん、この枚数で挑戦するんだ。やったー、俺だ。そう、まさか勝てると思わなかったぜ。いやでもガチさん、こっからでしょ。ここで取らなかったらガチさんが先輩になるんだよ。ちょっと教えてよ、みんなも。じゃあせめて、まあそうね、場所の名前だよね、確か分かれば、うん、せっかく、なんか暗くない、照明落とした。ローマ、フィレンツェ、ベニス、そしてパリの旅行にいらしていただきたいと思います。今日はある国の名前、どうなるか分かんないもんだな。国の名前だって、はい、ということでお取りになりました。口の形なんだよ、あれ。9枚のパネルを抜いてください。ここ分しかね。あれもまあいい方か。さあ、え、今の状態の方、ベニス、フィレンツェ、今だけ見える、あの部分だけ映像が見えるんだよな。VTR スタート。ここ撮らないとね。うん、分かったらいいね。教えて。なんどこだこれ。CM よね。あー、いいね。舐めるように。何の練習？これ CM の練習。VTR スタート。言ったよ、教えて。最後に答えたね。あ、分かった、桜田ファミリアだ。え、すげえ。でもこれが桜田ファミリアがどこの国かじゃないか。あー、なるほど。桜田ファミリアってどこだっけ。桜田ファミリアどこだっけ。ドイツかな。じゃあスペインだ。スペイン、あ、本当だ。これフラメンゴじゃない、今の。作業スペイン、はい、やったー。おー。活躍したね。活躍した。あぶねー。なんだこれ。この時間なんだ。ごめんよ。なんかもうちょっとあるだろ。なんかよ。俺ら死んでる。寡黙だな。同じシャツ。白シャツ3人被っちゃう。なんで3人被ってんだ、白シャツで。これは分かんない。他が分かんない。サグラダファミリア、そうだね、スペインだね。そうだった。あれでフラメンゴってよく分かったな。知らかった。はい、石切山プロデューサー。石切山だった。出た、あいつが。あいつすごいな。伏線回収だ。これ分かんないよ。分かんないわ。すげえ。すげえ。いやでもちゃんと取れたのでかいね。確かに、うん、しかも、あー、なるほど。俺らの後半頭の良さ出てきたね。確かにね。前半ひどかった。前半ゴミすぎた。前半でも、前半ひどかった。見るのやめられちゃうよ、あれ。前半ゆっくり恥さらしてたからな。ありがとうございます。ガチさん、本当に行くんでしょ。おめでとうございます。本当に行くの、俺。フィレンツェ、ローマとパリの旅をお楽しみください。長えな。長えな。動画どうしよう。ガチさん以外で飲みに行くからさ。この後。おぉ。すげぇ。いい勝負だった。いい勝負になったね。最後の方分かんなかった。いや可能性あったもん。みんなあったね。みんなあったね。牛以外取ったけどね、最後取ったね。俺の勝ちで終わったから、ね、最後そうね。